はい、動的平衡という、4文字熟語、一見ですね難しそうに聞こえますけれども、これは私の生命論の、キーワードなんです。で、絶え間なく動きながらも、バランスをとっている、これがですね、生命たらしめている最も大事な要素、性質じゃないかなというふうに考えて、私はこの言葉を私の生命論を語る時の、中心的なコンセプトに据えているんです。絶えず動きの中に生命があるっていうこの生命感は決して新しい、生命感ではなくて、豊穣期の冒頭を皆さん思い出してください。行く川の、流れは絶えずして元の水にあらずというふうに豊穣記では書かれているわけですけれども、まさにそれと同じように絶えず水が流れているのと同じように生命というのは、流れの中にあって、その、合成と分解の、流れの中で我々は生きている、そういうふうに読み解くことができるわけですね。動的平衡1ではですね、どちらかというと動的平衡の基本を語りながら、なぜ私たちが食べ続けなければいけないのかというこの私たちの体の中を流れている環境そのものが動的平衡の流れだということにフォーカスを当てて考えています。動的平衡2ではですね、まず一番最初に動的な美っていうことについて、考えています。というのはですね、レオナルド・ダ・ヴィンチも、日本の若冲という画家も、あるいはフェルメールという画家もですね、みんなその絶えずこの世界は移ろっている、動いている、その動きの中に命があり世界があるので、なんとかその動的な、移ろっているものを芸術的に表現したいというふうに考えていたはずなんですね。その彼らが動きをどういうふうに捉えていたかっていうことについて、まあ、考察しているのが動的な美っていう章で、動的平衡2はそこから皆さんを、動的平衡の世界に、ご案内しているわけなんです。我々はDNA っていう、まあ、遺伝子を親から受け継いでるわけです。で、それはですね、言ってみたら楽譜を、もらった、この曲をあなたが弾きなさいっていうふうに楽譜を受け渡してもらったっていうことに似てるんですね。つまり遺伝子は楽譜なんですけれども、生命活動自体はその遺伝子が演奏された音楽のパフォーマンスとしてあるわけですね。で、やっぱり生命の主体はその演奏者の方にあるし、その演奏がどういうふうに演奏されるかっていうことが音楽の素晴らしさなわけですから、私は生命の本質はやはりですね、遺伝子そのもの、情報そのものにあるのではなくて、それがどう表現されるかっていうことの方にあるというふうに思ってます。動的平衡、この言葉を初めて、読まれる人、初めて聞いた人にもですね、分かるようにこの本は書いてあります。実は私は昨日の私ではないし、1ヶ月前の私でもない、去年の私と今の私は物質レベルでは全然入れ替わっていて、絶えず更新されているわけです。そういう意味ではですね、嫌なことも良いことも流れの中にあり、生命は絶えず自分自身を更新している、そして、我々は生命というのは遺伝子の乗り物ではなくて、遺伝子は楽譜であって、その演奏者として我々は、より自由であっていいわけですね。遺伝子に拘束される必要はない。ですから動的平衡というこの本の大きなメッセージは、生命よ自由であれということを、私はここで、語っているわけです。そういうふうに、この本を読んでいただけるとですね、著者としてはとても嬉しく思っております。